今日から PC2 番ルーム20から22枠目、今日から PC2 番ルームの2回目のクリア枠でございます。ワコルーム、ワコツです。ワコツです。ルーム、はい、ルーム、はい。黒金さん、3年B組、ドンパチ先生さん、スーナーさん、いらっしゃい。ゲームを始める前に、この取扱説明書の後半にあるストーリー、ルームを必ず読もう。これには、ボビン誕生の秘密やルームについての情報がいっぱい詰まっている。それになぜボビンが山の上で寝ていたかもわかるはずだということで、じゃあここ読んでからいきましょうかね。はい、黒川さん、サンデビー組、ドンパニ先生さん、スーナさん、シャドルさん、シェリさん、イダデンさん、10個目さん、タカさん、いらっしゃい。ディクザさん、ありがとうございます。で、まじないの本をチェックしよう。この取扱説明書の中央に閉じ込まれているまじないの本を外して別にしよう。これは村のあるテントに置いてあるのと同じものだ。代々伝わってきた織物師のまじないについて詳しく書かれている。新しいまじないを発見したら、このまじないの本にしっかり書き込む。これを忘れると先に進めなくこともあるぞ。まじないは何より大切だ。まじないの方にメモするときは鉛筆を使うこと。まじないのメロディーは新しくゲームを始めるたびに変わるからね。セーブした場所から続ける場合は以前に覚えたまじないが使えます。ということで、はい、鉛筆を使って説明書に、まあ、説明書に私書き込まないんで、ちゃんとねメモ紙を用意してますんで、はい、完璧ですね、はい、メモ紙があります。メモ紙を準備してますんで、はい、ピニルさん、いらっしゃい。じゃあ説明書後半お疲れ様行きましょうかね。ノーコンキッドさんでしたい。説明書後半のこのこれを読まないとわけがわからないということなんでね。はい、ルーム、ボビン誕生の秘密。黄昏の空を竜たちが支配し、無数の星が輝いていたあの第二の闇の時代が過ぎ、遥か長い年月が経った時、人類は再び世界を支配しようと考え始めました。その目的達成のために人々は勤勉さという素晴らしい武器で懸命に働きましたが、その営みが進歩するにつれ、人々は傲慢にも自分たちの行く手を阻むものは何もないと確信するようになりました。この頃、生産者同士の競争がとても激しかったため、人々は職種ごとにギルドと呼ばれる組合を作って団結し、自分たちの利益や技術の秘密を守ろうとしました。このようにしてできたギルドは人数が増えるにつれ力を増していきました。大ギルド時代の始まりです。このような大ギルドは都市国家を形作り、幾世代間の地には世界の交易を手中に収めるまでになったのです。はい、21個目さん、いらっしゃい。伊賀さん、赤戸大門さん、風里敏さんからです。中にはそんな野心を持たず、ただひたすら仕事に専念するギルドもありました。例えば織物師ギルドの人々です。織物師ギルドには仕事は自分の子供にだけ教えるという厳しい掟がありました。また他のギルドの者との結婚は認められず、掟を破った者は追放されました。そうした掟の中で、織物師の優れた技は親から子へ、子から孫へと受け継がれ、磨きに磨かれていきました。偉大な織物師が精魂込めた織物のこの世のものとは思えない美しさに、世界中の人々が目を見張るまでになったのです。そして彼ら独自の哲学を作り上げていきました。彼らはルーム、すなわち旗織り機に真理を見、自分たちが織りなす布地の上に不思議な力を持つパターン、つまり模様を織り込む方法を見出したのです。やがて彼らの織物は美しさより病気を治したり、厄払いの力を持つ不思議な力で知られるようになりました。そしてついに織物師たちの技が単なる布という次元を超越するようになりました。糸と染料を用いて布を織る代わりに、光と音を操るだけで布が持つ不思議な力を発揮できるようになったのです。なんということでしょう。素晴らしい。森さんが一番最初、森さんが一番さん、モスコさんが例です。彼らは他のギルドの者たちから魔法使い呼ばわりされ、迫害され始めました。そうした迫害から布の秘密を守るために、大陸の沖遥かに浮かぶ岩ばかりの小島に移り住みました。彼らはその島で俗世間との関わりを断ち切り、長い年月を費やして旗織りの技をさらに完成させたのです。霧に包まれた神秘の島は訪れるものもなく、かつてルーム島という名で記されていた地図からも消し去られてしまいました。長い間厳しい掟で縛られ、閉鎖的な生活を続けてきたルーム島にも大きな転機が訪れようとしていました。何世代にもわたった血族結婚のために、
死産や生まれてもすぐに死んでしまう子供が続き、島の住人が20人足らずになってしまったのです。中でも子供を失った母親の嘆きは大きなものでした。また一人の母親が子供を死産で失いました。彼女の名はシグナ・スレッドベア。美しい女性です。彼女は昇進のあまり長老たちに掟を考え直してくれるよう頼みに行きました。この島ではすべてがアトロポス、ラケシス、クロートスの3人の長老が形成する最高会議で決定されるのです。スレッドじゃないです。27個目されちゃい、旗織り機ルームの置かれた聖なる部屋でシグナは掟の見直しを切々と訴えました。しかし祖先の残したロングタペストリーのパターンのままに暮らすことを第一に考える長老たちは全く相手にしようとはしませんでした。思い余ったシグナはこの島で決して言ってはいけないことを口にしてしまいます。それならあのルームでパターンを変えてください。お願いです。このギルドの未来を託す丈夫な子供を産ませてください。ワコ、ゲーム立ち上げる前に6分。シグナはあのルームを操ってパターンを変えさえすればギルドの危機を救うことができると考えていたのです。しかし長老たちは違っていました。29個目されちゃい、これはかなりあると思います。あの偉大なルームにはお前が望むような力があるだろう。そして我々の祖先がその力を自由に操っていたのも事実だ。しかし今みだりにパターンを変えるべきではない。なぜならその微妙さ不思議さは我々の理解をはるかに超えているからだ。今の我々はパターンに定められた運命を受け入れ、ルームの意思を皆に伝えるだけなのだ。3人の長老たちは口々に同じことを言いました。意思を伝える？あなた方はルームの手入れをしているだけではありませんか。私たちの祖先が命がけで築き守ってきたこの遺産をあなた方が消滅させようとしている。あなた方はパターンを変える勇気がないだけです。思い余ったシグナは言い放ちました。長老たちは激怒しました。そしてゆっくりと言い渡したのです。そなたはこの偉大なルームの前で我々長老を裁こうというのか。我々を裁けるのはただ一つ、あのパターンだけなのだ。よいか、二度とそのようなことを言ってはならんぞ。下がれ。シグナはがっくりと肩を落とし、とぼとぼと自分のテントへ戻っていきました。しかしその夜、シグナは聖なる部屋のルームの前に座っていました。準備してきたグレーの糸を目立たずにをパターンに織り込み、密かにパターンを変えてしまうつもりなのです。まず糸を火に結びつけて火を打ち、長を打ち、踏んで休む。火を打ち、長を打ち、踏んで休む。押して戻して。これならヘッチェルに習った通りだわ。ルームの扱い方はシグナの乳母で長老たちに仕える優しい女性ヘッチェルが長老たちには内緒で教えてくれたものでした。休んで、火を打ち、長を打ち、中へ、下へ。折り進むうちルームが不思議なメロディーを奏で始めました。そしてメロディーが最高潮に達した時、聖なる部屋の扉が開き、長老たちとシグナを心配したヘッチェルが駆け込んできました。レディーシグナ、何をしておると。同時にルームに赤ん坊の泣き声が響き渡りました。なんとシグナの目の前に赤ん坊が現れたのです。私の赤ちゃん。シグナはそう確信してその赤ん坊を抱きしめました。そなたは事の重大さが分かっておるのだろうな。無事には済まんぞ。お好きなようになさいませ。この赤ん坊さえ生きていれば私はどうあっても。シグナは答えました。ではその子をヘッチェルにお渡しなさい。長老の中では最もシグナに理解を示してくれていたクロートスの最後の思いやりです。ヘッチェルが優しい女性であることをよく知るシグナは喜んで赤ん坊をヘッチェルに預けました。可愛がってね、私を可愛がってくれたように。レディーシグナよ、この罪は実に許しがたい。アトロポスは罪状を述べ立て、糸巻き棒でまじないを紡ぎ始めました。ルームに響く不気味なメロディーの中、彼は続けます。よってその他を有罪として永久に追放するものとする。したがってこの子に会うことはもちろん、二度とこの島に足を踏み入れることも許されぬ。今日ただ今から死を迎えるその日まで、ただ一人孤独のうちに空をさまよい続ける運命となるのだ。アトロポスのまじないのメロディーが一段と大きくなると、
シグナは悲しげな叫び声とともに白鳥に変身し、聖なる部屋のステンドグラスを破って追われるように夜の闇へと飛び去っていきました。その夜、織物師の村で大白鳥が海の向こうへ消えていくのを見た者はほとんどありませんでしたが、シグナがギルドの掟を破って長老の怒りを買ったという噂は間もなく島中に広がっていきました。その赤ん坊は17歳の青年になるまでギルドとの関わりが一切許されず、その後については長老たちが決めることになりました。かつてシグナの乳母だったヘッチェルはルームから生まれたこの子を我が子として引き取り、ボビンと名付けて大切に育てたのです。それから数年経ったボビンの誕生日、ヘッチェルは幼いボビンを朝まだ暗いうちに起こし、海の見渡せる崖の上へ連れて行きました。夜明け前の肌寒いその場所で身を寄せ合うようにたたずみながら、ヘッチェルは海の彼方に目を凝らすようボビンに言って聞かせました。お前にどうしても見せておきたいものがあるのよ。もうすぐ来るわ。お前の誕生日には必ずやってくるんだもの。何が来るの？それはね、見てボビン。ボビンは初めて見るこの美しい鳥に思わずため息をつきました。ボビン、あれは白鳥っていうのよ。雪のように真っ白でしょ。こっちへ来る。頭の上を飛んでいくよ。白鳥は悲しげな叫び声を上げながら頭の上を低く飛び、再び遥か彼方へ飛び去ろうとしていました。それはまるで名残を惜しむかのようなゆっくりとした動きでした。35個目さんにしゃい。とても綺麗な鳥だね。本当に相変わらずお美しい。どうしてあんなに悲しそうに鳴くの？一人ぼっちだからよ。誇り高くて一人ぼっち。どこへ行っちゃうの？きっとパターンのずっと向こう側だと思うわ。僕たちも行ける？お前には行けないところよ。私たちパターンの中で生まれたものは織り込まれた模様のようにどこへも行けないの。だから白鳥の後を追うことはできないの。こうしてボビンの誕生日には崖の上で白鳥を見ることが2人だけの秘密の儀式になったのです。その後もボビン・スレッドベアはすくすく育ち、すらりとした背の高い若者になりました。パッチリしたその青い目の奥には茶目っ気と知性の輝きが見えていました。島の人々との付き合いを長老たちに禁じられていたボビンはいつも一人で浜辺や森を歩いて過ごしていました。心優しいヘッチェルは一人ぼっちのボビンを見かねて長老に許しを請うたこともありましたが、一度も聞き入れられませんでした。長老は成長したボビンを恐れていたのです。当然といえば当然でした。思いがけないボビンの誕生がパターンに混乱をもたらし始めていたからです。ルームにかかった織物に目次の模様が現れ、年々広がっていくのを見て長老たちは不安を長老たちは不安を募らせました。ボビンを生んだグレーの糸は織物師のギルドをもはや避けられない運命へと導いていったのです。パターンは崩れ始めました。しかし誰一人としてそれを止める術を知りませんでした。長老たちはボビンに決して出生の秘密を明かそうとはしませんでした。そればかりかボビンが運命を全うすることのないよう祈っていました。長老たちはボビンが島を離れずまじないを覚えさえしなければ何事も起こらないと考えたのです。ましてボビンに対する教育がすでに始まっていようとは夢にも思ってはいませんでした。今夜もヘッチェルとボビンの秘密のレッスンが始まりました。さあ早く教わり、今夜は特に大事なの。さておまじないにはいくつの音が必要？4つ。音の名前は？火打ち、おさ打ち、踏んで休む。その通り。じゃあこの間のメロディーを歌って。ボビンはなかなか上手に歌うことができません。旗織りなんか一生覚えられなくてもいいよ。何を言うの、練習して初めてできるのよ。まず手始めにこれを。ヘッチェルは糸巻き棒を出しメロディーを奏でてみせました。聞いたことのないような美しい響きにボビンは息を呑みました。これは糸巻き棒というものよ。これで光とメロディーを操ってその力を出すことができるの。さあ糸巻き棒を持って。ヘッチェルは尻込みするボビンに糸巻き棒を持たせさっきのメロディーを歌うように言いました。しかしなかなか思うような音が出ません。ダメダメ、もっと喉の奥を開いてゆっくり音を上げていくの。そう上手よ。ボビンも一生懸命です。やがてボビンの声が糸巻き棒と共振し糸巻き棒が輝き始めました。お母さん、糸巻き棒が光ったよ。それはお前が正しい音を出したからよ。さあ他の音も続けて。ボビンはゆっくりしかし確実に4つの音を出せるようになっていきました。もう一度さっきの4つの音を歌ってごらん。そして最後の音を出したらすぐに糸巻き棒の先をそこにある
編み物かごの中の毛糸に向けるのよ。いいわね。でも蓋が閉まってるよ。そう、あの4つの音は開けるのまじないなの。指一本触れずにあのカゴの蓋を開けることができるのよ。カゴの中の毛糸に気持ちを集中してぶつけるようにすればいいわ。さあやってごらん。ボビンは再び4つの音を歌い始めました。気持ちを集中して、その調子を。違うわボビン、窓に向かってじゃない。ボビンの手元が狂って、糸巻き棒の先が編み物かごではなく窓に向いてしまったのです。その途端、大きな音とともに窓ガラスが粉々に砕け飛び散りました。慌てたヘッチェルは明かりを消してボビンと一緒に息を潜めました。誰にも聞かれなかったらいいのだけど。幸運にも外は何事もなかったように静まり返っています。落ち着いたヘッチェルは思いがけない糸巻き棒の威力にはしゃぐボビンから糸巻き棒を取り上げて言いました。今夜はこれでおしまい。さあ寝なさい。明日は特別な日だから二人とも早く起きないとね。そう、明日はボビンの17回目の誕生日だったのです。この日はボビンが大人として認められる日でもありました。今年は僕一人で行かせてくれない？お前一人で？お前もそろそろ一人前。いいよ、一人でお行き。お母さんもたまには朝寝坊をさせてもらうから。ボビンが目覚めたとき、外はまだ真っ暗でした。年老いたヘッチェルを起こさないようにそっとベッドから降りると、ボビンは暖かいグレーのローブをまとい、夜明け前のまだ肌寒い家の外へ出て行きました。ボビンが崖の上にたどり着いたのは、日の出の30分も前でした。ボビンは枝の曲がりくねった大きな木の下に座り、幹に寄りかかってあの美しい白鳥の17回目の訪れを待つことにしました。ところが1分も経たないうちにボビンはぐっすりと眠り込んでしまったのです。するとというところから始まります。はい長かった。はい、それではいきましょう。長かったオープニングでした。はい、ありがとうございます。あ、ごめん、眠ってたわ。眠ってた。これでもストーリーがね、頭に入ってきましたね。35個目さん、38個目さんでした。はい、標準モード、初心者モード、達人モードからいきましょう。マニュアル読んでモードを選択しよう。じゃあ、初心者モードからいきましょうね。はい。初心者モードは、標準モードはまじないとなる4つの音が聞こえたときや、まじないをかけるとき、画面の下の糸と巻き止まり用の音階表の音符に色がつきます。ゲームに慣れている人は、このゲームのこと、まあまあ、私、標準モードでいいかな。初心者じゃないからね、もうね。はい。もう標準モードからいきましょうね。標準モードと達人モードいきましょう。はい。達人モードは達人用ですからね、はい。とっておきのスペシャルアニメシーンがあるんですけど、まあ最初になる、最初はまだこの標準モードがある。和骨です。バーソンさんです。抜群モードもありますか？抜群モードですね。あと1分読んでたらそのまま開けちゃった。これ攻略わけなんで。和骨。47個目ですね。ルルルルルル。ルーム。ルーム。寝てた、寝て寝てた。シグナの息子よ、起きるのです。今日からあなたは17歳。私は長老の使いです。聖なる部屋で長老たちがあなたをお待ちになっています。光のせいだ。こんなに美しく輝くものは見たことがない。あ、ちっちゃった。長老は光のせいを自由に操れるのか。早く村へ戻ろう。はい、ランボタンで、あ、これもうプレイ、セレクトだっけ。セレクトでスピードをちょっと上げないといけない。テキストスピード。ん？テキストスピード。これが早いのかな？あまり早すぎるのはあれだからね。数字が小さいほど速くなる。3ぐらいでいいか。サウンドテスト。
アニメスピード標準。これいいか。ん ?4、4。うん、うん、うん。これいいね。読みません。理解不能。ゲイ、ゴー。ここに日本語訳してるからね。ランボタン押してください。コンティニューゲーム。枯葉。これが最後の一応か。空。夜明けだ。でもあこだ。戻るのだっけ。こっちから。よっしゃ、よっしゃ。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 マッシュマッシュ、マッシュマッシュマッシュ、待てるんだよね、確かね。マッシュ、よし、真っ暗だな。よし、タペストリー、これが有名なロングタペストリー。世界創造と二つの闇の時代が描かれている。なんかない。青いの？青いだった。これないの？青いだった。これもタペストリーの一部だ。大ギルド時代の起源と織物師ギルドの始まりが描かれている。ん？ここにもなんかあるぞ。これ破れてるな。これが最後のタペストリー。起動画面だったの？故障してたの？いや、ストーリーを読んでたんです。ギルドの衰退と第三の夢、闇の時代の訪れが描かれている。あれ変だな、端が破れてる。聞こえなかったの？聞いてなかったの？さっきのあれをストーリーを読んでたの。このこれを読んどかないとわからないから。せっかく力読んでたのに、ゴビン誕生の秘密を読んでなかったの。画面あれ変だな、端が破れてる。なんだか取り込み中みたい。邪魔するとまずいかな。ヘッチェル、最高会議の結果は聞いておるな。来た時はすでに何か言いたいことはないか。怪しい集まりだぞ。まあ10分経過後だったんだ。その前はね、あのストーリーだったんです。ドラゴンの島にタムリンが流れ着いたを言いたいだけですよね。出世はね、あの人間、何も申し上げることはありません、アトロポス様。あ、これ結構ヘッチェルさん年取ってる。私は自分の思った通りに行動しただけです。何もない、謝る気も全くないというの。なんという反抗的な態度なのでしょう。なんというやつじゃ。ヘッチェル、なぜ私たちに背くようなことを。生意気な。そなたは今までギルドの掟を固く守ってきたというのに。胸の内を言ってごらんなさい。
あの子に出生の秘密を打ち明けるべき時が来たのです。クロートス様、あの子の才能はすでに目を覚ましかけています。いくら隠してもあの子が大きな力を持つようになるのは時間の問題です。今になってあの子を追放したところでどうにもなりません。バカなことを言ってはいけません。秘密を打ち明けるのは私たちに背くことです。あの子の中に潜むその力を恐れるからこそ私たちは、ラケシス、もうよい。我々の決定を説明する必要はない。ギルドの一員として長い間忠実に務めを果たしてきたそなたをこんな形で失うとは誠に残念だ。しかし我々長老に誰も異議を申し立てることなど許されぬ。それが我がギルドの守らねばならぬ貴族なのだ。ギロリ、かつてそなたはボビンの母シグナにもまじないを教え、そのシグナは17年前この聖なるお部屋で掟を破り厳しい罰を受けた。それがボビン君出生事件だったんですね。やったね。そなたはあの時の教訓を忘れて同じ過ちを繰り返してしまったようだ。覚悟はできております。私の運命は長老方がお決めください。私たちが決めるのではありませんよ。運命を知りたいのならもう一度ルームに目をやるがよい。見ろ、これがお前の運命だ。キンコンカンコン、あーぷぎゃー。白鳥の卵、妙な運命だこと。あの町代は今まで一度も失敗したことなどなかったのに。静かに。外で何かの叫び声が。ゴドルフィンさんが例です。ん、白鳥だ。アフラック、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 パリッ、ダニッ。このギルドを攻めるつもりだわ。なんか音が鳴ってる。キン、神聖なルームを一体誰が聞かすというの。あー、白鳥に。うわー、あの不吉な少年の仕業に違いありません。僕じゃないよ、あの白鳥だよ。アドロップ、手遅れにならないうちにあの少年を殺してしまいましょう。わ、白鳥にやった。呪われたシグナの息子、ルームから生まれたボビン・スレッドベア。あー、アフラック、みんな白鳥になった。くそー、65個目されちゃい。あー、みんな白鳥になって、みんなプギャース、プギャース、アフラック、アフラック。あ、なんか終わる、裂け目がある、空に裂け目がある。みんな白鳥はそこに吸い込まれていった。村の人たちはみんな白鳥になって吸い込まれていった。なんということだ。
これがルームか、すごいな。みんなどうしたんだろう。呼ばれてきたのに何も言わずに飛んでいっちゃった。なぜいつも僕は仲間外れなんだろう。なんてのんきな、なんてのんきな。こんなとこにルームが、これがルーム。コンカンコン。このメロディーは白鳥が長老たちにかけたまじないと同じだ。メロディーがまだルームにこだましてる。キンコンカンコン。あ、これがまだ拾わないといけない、ね、拾わないと。糸巻き棒だ。案外重いんだな。ルーム調べる。カンコン。ちょっと待って。キンコンカンコンだね。まず何か、あ、ここかここだ。刺さないといけないようだ。ここに卵があるんでね。卵に。卵を刺して。卵。あれ違うぞ。はい。あ、割れそうだ。卵を刺して。うちもムカムカムカ。あ、割れそうだ。よし。やってみよう。パーン、コーン、ガーン、これが開けるかな。よかった。まだここにいたんだね。その声は、へっちりお母さん？生まれた。生まれた。そうだとも。物陰で私たちの話を聞いてたんだろ？聞いていたんだろ？村の人たちがみんな消えてしまったよ。一体何があったの？あの白鳥がお前を助けに来てくれることを祈ってはいたけど。みんなを白鳥に変えてしまうとはね。僕を助けるって何のこと？長老たちがお前を白鳥に変えようとしていたの。私のような姿にね。お母さん黒いよ。へっちゃらお母さん黒いんだけど。私のような年寄りはこんな醜いヒナにしかできなかったようだけど。お母さん醜い白鳥になったね。どうして長老たちはそんなことをするのさ。ギルドの掟にも従っているのに。長老たちがお前を恐れているからよ。僕が恐ろしい？どういうことなの？お前が生まれてからルームのパターンに混沌と呼ばれる乱れが広がり始めたの。すべてお前が生まれたせいだ。お前さえいなくなれば元に戻ると長老たちは考えてね。まあそうなんでしょうね。それでお前を追放しようとした。混沌所の子。でも今お前はここにいて長老たちの方がいなくなったということは、パターンの乱れがさらに進んで、間もなく最後を迎えるのだわ。パターンが何の威力も持たなくなる。第三の闇の時代はすぐそこよ。今からここの支配者だってならない安心のお話。止めることはできないの？長老たちは止められると思っていたのよ。でも結局は無理だった。もう誰にも止められない。アフラック、
僕たちどうすればいいの？闇の時代をじっと待つか、それとも島を出るか。あの白鳥は村の人たちを救うためみんなを島から連れ出したわ。私たちに残された道はただ一つ、みんなの後を追いましょう。なんで僕は連れ出してくれなかったんだろう。長老の板巻棒を見つけたようね。絶対に手放しちゃダメよ。最初は思うように使えないだろうけど、経験を積むうちにその糸巻棒はすごい力を発揮するようになる。糸巻棒さえあればどんなことでも乗り越えられるはずよ。もしなくすようなことがあっても必ず私が助けに行くからね。さあ行きなさい。お前はルームから生まれた子、ふさわしい人生を生きるのよ。お前の未来は海の彼方に待っているわ。へっちゃるお母さん、どこへ行くの？へっちゃる、みんなの後を追っていくよ。僕がルームから生まれたってどういう意味だろう。そのまんまよ。こっから生まれたの。はい、こういうことですね。アフラックってだんだんアヒル化してってませんかね。ちょっと待って、もう一回、もうこれメモとかないといけない。最終で確かこれを使うんだよね、一番最後でね。確かね、これ最後で分かるんだっけ。どうだっけ、ちょっと書いとこう。ちょっと待って、1、2、3、4、5、6、8あるんだよね。8あるから8で、番号で覚えよう。番号で8、え、8、4、5、8、4、5、1ね。8、4、5、1がルームね。ルーム白鳥魔法ね。ここなんかある。あ、これ割れた卵が。よしよし、脱出するぞ。こっからこんな島なんか出てってやる。俺も出てってやるぞ。よっしゃ、よっしゃ、僕は出るんだ。よっしゃ、よっしゃ。ボビン君家で、おらこんな島嫌だ。おらこんな島嫌だ。まあみんなもう誰もいないけど、白鳥になってみんな出てったから。俺も出るんだ。俺も白鳥にしてくれればよかったのに。逃げるぞ。ルーム島から逃げるぞ。よし、よし、窓墓場に行くよね。この島から出ることなんてできるわけだ。そんなことやってみなければわからないぞ。東京でダナラーゼニコを貯めて、東京でアヒル牧場を開くだ。ルーム島でダナラーゼニコを貯めて、アヒル牧場行くだ。ここでフクロウの穴がいっぱいあるね。これ何、木の穴。木の穴にフクロウがある。なんか光ったね。1が光ったね。1が光った。よし、いるな。よし、いるな。よし、いるな。ここにはな、ここだ。ん？これ違う？この穴、木の穴。この穴にもいるぞ。どうどう、どうどう。ここにも、これも、これも穴だね。これ違うの？穴じゃなかった。ここだ。木の穴。またいた！この森には袋がいっぱいだ。どうどうどうい。ニコニコプン演奏できますか？にわーん、いわーん。今、ドレミしかないからね。ドレミで歌える歌だったら演奏できるのよ。
この穴にはフクロウはいない。この穴はフクロウはいない。まだ戻ってきてないな。星がよくできる。ドレミレド、ドレミレドレ、ドレミボタルメラだっけ？ドレミレド、あ、これ空で崖の上からの方が眺めが良さそうだ。まあ、いや、どうにか間違いがうまくかけられなかったらしい。自分で2位のあれ選んでできるんじゃなかったっけ。墓に墓だ。墓石の文字が読めないや。フクロウのおっぽが邪魔だな。シムケンの大丈夫だ、思い出した。あ、4回しかダメだからあれだね、よく考えたら。ドレミーレドレミレドレミドレミーがそこまで長いのが間違い。ドレミー4文字だからね。ドレミーレドはできるけど、フクロウのっぽが邪魔だな。あ、これであるか、あれで開けて追い出すんだよ。暗い墓を開けるして、それはやめた方がいいな。ダメなのか。あ、フクロウがここにいるんだ。ぐっすり眠ってる。あ、これでフクロウさんに目が覚めるね。3132で。みどみで。目を覚めろ。このまじないフクロウに聞かない。あ、聞かないの？これまだ他のまじないやってからかな。フクロウが確か。あっちに帰らないとダメなんじゃなかったっけ。ぐっすり眠ってる。目を覚ます魔法が。あとなんか調べるとこなく、あ、なんかここに、あ、ここになんかある。痛い。あ、あ、踊りで袋が逃げた。あ、ウサギちゃんが捕らえられた。かわいそうなウサギ。これで袋が戻ったのかな。これで残り1個の袋の穴にウサギちゃんがさっきいなかったところ、ここだよね。昨日なドナーにもフクロウがいる。どう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 でいいのこれ。こんな単純な魔法でいいのこれ。どう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 で。このまじないは木の穴には効かない。まあいいや。これでなんだっけ。和骨です。よしべさんにして。あ、ね、オープニングのとこに行って空を開けるんじゃない。空を開けるんですよね。わっし。夜空に、夜空を、夜明けだ。間違えた。これかからないよね。夜明けだ。ドミドミレ。なんだ。あ、ピカーン。
ぼちゃーん。木が丸太になって、丸太になって船になったぞ。これで脱出だ。ね、木が雷で落ちて、どんぶらこどんぶらこ、これで丸太船になった、脱出できるぞ。うー、すごい雷だったな。しめしめ、うまくいった。これで脱出できるけど、その前に魔法をいっぱい集めとかないと。角笛はちゃんと持った？角笛は持たないよ僕は。今の反応 BGM ゲームオーバーって言われても納得しそうだった。プロップ、プロップ、まあ、他に確か魔法があるから。これ魔法持たないで進んでも進めないよね。なんか積みってあったっけ、積みがあったっけ。プロップ、テント。金貨だ。出しっぱなしでいいのかな。出しっぱなしでいいのかな。あ、メダル。何一つ見えない。あ、これね、さっきのフクロウのね、フクロウが教えてくれた。ワン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 。よし、フクロウの魔法で。これ明かりだね、フクロウの魔法はね、明かり。明るくなったぞ。片付けぐらいしとけばいいのに。糸車。この糸車は古くてキーキーなんだよ。レー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 ミーですね。2223ですね。これは何の魔法だ。ねー、この魔時代は糸車には効かない。近海に、ん、間違えた。000な、魔時代が違ってるみたいだぞ。まず何かを刺さないといけないようだ。金貨を。ねーねーみー。あれ、マジでのメロディーが違ってるようだ。さっきのこれじゃなかった？順調に進んでいるらしい。ん？違った？まあ、なんかこれなんだ。わら、この山にはまだまじないをかけていない。ねえ、なに、わらが金貨になった、やったぜ。この山にはもうまじないかで、やったぜ。わらを金貨に変える魔法だ。これで大金持ちだ。わらが金貨に、わらが金貨になる魔法ですね、これね。正式名称なんだろう、これ。わら金貨ね、わら金貨、わら金と呼びましょう。まあ、正式名称はわらを金貨に変えるですね。はい。不作の年に特別の収入を生み出すため長老たちが使用する町内です。その使用はインフレを避けるため、ギルドの財政部によって厳しく規制されています。他のギルドの人たちは織物師たちの町内をよく理解できずに、この初歩的な町内を含むいろいろな町内についての奇怪なおとぎ話をでっち上げて織物師を迫害していきますね。そのボガスはあ、いろいろ書いてありますね。これは、わらを金貨に変える。で、今までやったのは、開ける魔法と明かりですよね。あら。あ、暗闇で物を見るか。暗闇で物を見るですね。はい。
このまじない特有の美しいメロディーは夜行性の鳥たちの歌声が元になっているものと推定されています。かつて暗闇で物を見るのまじないは炭鉱労働者ギルドで重宝されていました。伝説によれば地底に国を作っていた彼らはこのまじないのかかった織物師ギルドの紋章入り光るタペストリーから主に明かりを得ていたらしいのです。しかし非常に残念なことに7331年に大地震が起こって地底の国が錆びれその後すっかり需要が減ってしまいましたということでね。明かりを明かりつける魔法で需要があると思うんですけどね。で、開けるの魔法がもうこれ説明書に最初から書いてあるやつですね。このまじないは織物師たちが一番初めに習う最も基本的なものです。マスターすれば雨よけの防水布や劇場の幕など目の前を塞いでいるものを簡単に開けることができるでしょうということね。はい、開けちゃう。で、逆からやったらね、閉めるになるんですよね、これね。だから、金貨に逆から、やると、ミーレーレーレーとやると、また藁に戻せるんですよね。ワン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 。藁になっちゃった。でね、こう藁に。また藁に戻ったぞ。逆からやると、逆の魔法になるんですね、これね。これ金貨取るとかいらなかったっけ。まあいいや、ここはこれでいいんだっけ。この魔法を覚えるだけ。あれ？どこあれ？よし。ここはね。ここいけない？ここいけない。フラスコ。おっと。お。あ、でも唱えられないね、あそこね。五四四三。ソーファーファーミーでね。ソーファーファーミー。あなたれてるよ、困ったな。これはちょっとわかんないね。町台の本。これはヘッチェルが時々見せてくれるまじないの本だ。役に立ちそうだから持っていこう。何がある？この山にはまだまじないをかけてないぞ。開ける。このまじないはウールには効かない。あとなんか、あ、ここになんかある。グリーンは嫌い。グリーンは嫌い。あ、なんか鍋がある。天領鍋。煮えたぎっている。どうどうどうれー。緑に何の恨みが。緑を嫌い。ドドドレー。これにドドドレーを受けよう。ドドドレー。あ、でも緑になったぞ。色が変わったぞ。あ、増えた。ファが使えるようになった。やったぜ。今のは何ですかね、染めるですね。染める。これが染める。このまじないを完成したのはウーンソケット支部の占領調合師たちです。いろいろな色の服を好んだ聖職者たちの強い要望を叶えるため彼らは煮えたぎった占領鍋に何時間もかかりきりになって奴隷のように働いていました。かつてはあらゆる種類の布に染めるのまじないをかけることができましたが、この何世紀かの間に適用できる種類がどんどん減ってきました。現在はウールにのみ使用できます。ウールにのみね。なるほど。という時逆から行くと染めが解除されるのね。染めない。
これ緑を嫌いなんで元に戻しちゃおうね。染めない。ね、よし、これで青になった。ラックスブルーだ。これは、これも聞くのかな。俺好みに染めてやる。俺好みに染めてやる。これは染まらないです。ささ、染料がこれウールだけだからね。ウールだけ。これに開けるをやったらどうなるの。これ特にないね。フラスコの、あ、そこか。ソもいるんだね。これまた後かな。ソが増えてから。ユキソが増えてから。これでよかったっけ、もうここは。あとはもう、脱出するだけだったような。こっちはなんもないね。あ、こっちはあれか、長老の家か。よし、海岸線で丸太に乗ろう。丸太に乗って脱出だ。これで第一章終わりかな。違う違う、こっちこっち。この、船のところに。よし。説明書に書いていろいろ書いてあるけど使わない魔法があるんだよね。確か。カモメが飛んだ。ん？魔法教えてくれた。みどみれね。これなんだろう。カモメが飛んだ。カモメが飛んだ。このまじないカモメに効かない。こう言ったらいいの。とぉ！あら？落ちた！ちょっと大丈夫かおい。あ、よかったよかった、乗った。落ちた。落ちて死んだかと思った。あ、危ない。よーし、どんぶらこ、ルーム島から脱出だ！どんぶらこ、こうしてボビン君は、ルーム島から脱出。果たして、どうだ。ん？竜巻だ。これ以上近づきたくないよ。ファレレミだね。へー、ビュービューうなってる。レレミだね。4223。これ何の魔法だっけ。これ以上ねじったらますますひどくなる。ねじれをなくさなきゃ。あ、これねじるかね。これはねじるねじるって回る。ねじる。古代から存在したこのまじないの起源はすっかり歴史の中に埋もれてしまいました。最も古い文献にはこのまじないが聖なる部屋にあるロングタペストリーの縁の部分をねじるのに使われたと書かれています。そのまたその文献によると手で麻糸や毛糸を紡ぐときにも使用されていたようです。伝説では初代長老スウェルフラックスが布を織ったときにスピンドルがきちんで鳴ったリズミカルな4音がまじないになったと言われています。ねじる。これねじるだ。ねじる。
さっきのカモミの魔法は何なの ?3132。和骨です。111個目されちゃい。ねじるってなんか嫌ですね。ダメだ、勢いがすごすぎる。あのねじれをなくせばいいと思うけど。ねじる。ねじるの逆だと、ねじりをなくすになるんで、この逆を入れればいいわけですね。逆に演奏して消すんですね。そうなんです、ねじれるんで。くらえ螺旋力。わん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 、やったぞ。よし、これで竜巻消しました。だけど鳥のやつは何だったんだ。浜辺に着いたぞ。そうか、増えましたね。ドレミファーソーレベルアップ。カモメに逆にかけたら何かに変わるとかしたのかな。パチパチパチ。カモメにしたら何かなったのかね。カモメの魔法何だったんだろうね。カモメ、カモメからやったね。ありがとうございます。さっきのソが入った5443は何だっけ。パチパチパチ。ありがとうございます。いけない、こっちか、ん、マッチング。まだまだまだ何かを刺さないといけないようだ。違う違う、魔法をかけるんじゃなくて、どこに行けるのか。ちょっと待って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 、あっ、勝手に行った。どこ行った、変わった。おい、こっちでいいのか。どこ行くねん。何もないね。ん？ちょっと待って、中出てきた。ん？レドドソー。待て！お前は何者だ？こいつ俺たちの土地に忍び込むつもりだったんじゃないかな？ないか？あ？忍び込むって感じでもないな。こいつのでかい足音は丘二つ向こうにいたこの俺にも聞こえたぜ。そんな大きな足音出してないだろ。お前、羊飼いギルドに何の用があるんだ。白鳥の群れを探してるんです。白鳥だと。ふーん、白鳥は森になんか住まないぞ。おい、みんな、こいつフリースが言ってた魔法使いじゃないか。フリース？知らないよ。そういえばそんな感じだな。でも迫力がなさすぎるぜ。魔法使いに迫力なんかいるもんか。おい、お前、魔法一つ見せてくれよ。じゃあそうすれば道を開けてやるぞ。わかったよ。藁でもあるかな。藁があれば人間にかけられるぞ。人間に何かけよう。白鳥にする魔法はあれや、ルームのあれだろしな。羊飼いたちにねじるをしよう。まさかこの人間をカモメに。あ、カモメの方かけてみるか。カモメの魔法なんだろう。さん、何かわからないけど。あ、効かないだって。これなんだろうね。逆からかけてもダメなのかな。いや、もう一回。逆から2313でいこう。レーミー邪悪な笑いがわらわらドミか、レミドミでいこう。ねじねじ男になっちゃうというわら。聞かない。じゃあ ねじってねじねじ男なしよう。ねじってやるぜ。人間にも聞くのかな、ねじりって。
ねじる。くらえ、俺をバカにした。やつにはねじれそう。バイオレンスボビン君。あ、効かないのか。うわー、くそ、ねじる効かないじゃん。あと何？開ける？服を開けて裸にするとか、それをいうことできるの？ホラーになっちゃったなりそうで怖い。笑。歓迎されてないみたいだ。ねじる効かないのかよ。残念だね、ちょっとね。羊飼いたちに、じゃあ開けるだ。オーソドックスな基本の魔法で。来ない。じゃあ逆の閉めるは？閉める。逆で言ってみよう。こいつらも白鳥に変えてしまおう。白鳥はね、ルームのあの魔法だからね。音階がいるんだよね。ここまで伸びないといけないね。楽譜がルームのあの白鳥に変える魔法は。ソーの次はこうだね。ドレミファソーラシドーって高いドがいるからね。白鳥の魔法は。ソードーファーソードーがね、いりますから、白鳥は。じゃあ、あと何？明かり。明かりは逆使えない。あ、明かりは1111だから、明かりは逆はないんだね。わら金？あ、金玉をわらに変える。金玉をわらに変える。これはできるのか？金玉を藁に変える。こんなのは何その虚勢ダメか。金玉藁効かないな。何他に何かある。あと染めるか。染める。お前らを蝋人形にしてやろうか。どうだ。聞かないのか。うん、じゃあ染めるの逆は聞かないね。うん、聞かない。これは聞かないね。なんだろう、どこへ行くんだね。何もかける魔法がね、他になんかないのか。何か忘れてきたのか。ねじる。これなんだっけ。あれ、さっきのはこれなんだっけ。ゴーン。聞かない。この逆は何で通過できるんだ。これはドードードーレーン。こんな手品じゃ騙されないぞ。あ、何の魔法だったのこれ。今のはなんか反応があったね。今の何だったの。あ、あとあれだ、フラスコで覚えた魔法があったね。なんかわからん魔法が。なんだろうな。フラスコで入ってた魔法。ソーファーファーミーガだ。これだ。これなんだ。このマジで効かない、うん、この逆は。この逆の魔法はどうだい。ファンファンソーン。効かない。さっきの魔法だけが反応があったの。
きの511に逆から打ってみるか。先ほどからわしらキラキラしているの。キラキラしてるぞ。これでいいんじゃないの。そんな手品じゃ騙されないぞ。これ何の魔法なんだろう。どうなったかよくわかんないよこれ。これの こいつらねじってやりましょうよ。効かない。ねじりが効かなかったもんね。あ、ねじりの逆ってやったっけ。ねじりの逆やってないな。そう、魔法が効かないで。これ中尾明さんにか効かないかもしれないね。他の対象があるかなってなりますね。ここまで来るとそうだね。ああ、そうか、他の対象あるかな。他の対象が、こっちの道行ける?ひょっとして、ちょっとこれスルー、あ、こっち行けるじゃない?さよなら、逃げる気だ!なんで聞かないんだもん。まったく情けない魔法使いだな!くそー!わらわら。もっと修行しろよー!くそー!さあみんな仕事仕事。悔しいな。あ、なんか消えたぞ。ん?あ、今の何や、今の消えたぞ。今の何ん?あ、しまった。あ、今の音が、なんで消える必要があるんですか、あなたたち。聞いたと、僕の魔法は何かかかったの?なんか知らん魔法がかかったのかな。なんだろう、今ちょっとわからんかったで、あの光が光らなかったからな。こっち行ける。ん?どこにいるのこれ。あ、ここにいた。ここにてんてるれってん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 。緑色だ。緑だ。僕の嫌いな緑だ。ボミンくんの。いけないの。なんかいる。会話。何の話をしてるんだろう。すごい新製品を開発いたしました。きっとご満足いただけます。さあ、それはどうかな。どれくらい先まで見えるのかね。少なくとも4時間先までは。うまくいけば6時間後に起こることも見えます。え、何が4時間の未来が見える。6時間とはどういうことだ。8時間という約束だったではないか。水晶玉によって予知能力が違ってしまうのです。マンディブル主教様、マンディブル主教様、水晶玉がどのくらい先まで予知できるのかはっきりとは申し上げられません。うるせえやつら の, あの保健師の人が持ってる水晶玉みたいなのかな。わしは少なくとも8時間先まで見える水晶玉が欲しいのだ。8時間だぞ。クルーシブル親方、分かったな。はい、お客様のご注文であれば。8時間先が見える水晶玉、これは
6時間先は見えるの。ちょっと親方遅いね、歩くのが。4時だって？水中弾が。あ、なんかだ、ここにある。これは何？あら。最高品質のものを使って値段ふっかければいいじゃない。6時間のに使えば12時間に。2時間いきますね。それはないよ。クリスタル。こんなところに小さなガラスのベルがあるぞ。鳴らしたらどうなるかな？なんだなんだ、僕は何もしてないぞ。昔は BGM がそれぞれ白鳥の湖のいろんなパートとは知らなかったですな。そうですね、ここは有名で他はちょっと分かんないけどね。あー、頭がクラクラする。おい、誰だお前、どうやって上がってきた？だってこの、なんか クリスタルクリックしたら勝手に、ベルを鳴らしたら突然こうなって、死神の鎌みたいなのがある。すまんがねえ。ここは関係者しか入れない場所なんだよ。つまり、ここは立ち入り禁止ってわけだ。フルート、ベルを鳴らしてやんな。すまんすまん。あー、これハイパーウォーズの死神さんが持ってたやつですよね。そうですね、死神の鎌ですよね、これね。上に行くとまずいようだな。本当はこれ上に行くやつだよね。トレード歩けるところ、外に出られる。なんだここは。なんかある。こんにちは。この土地の方ではありませんね。クリスタルの国へようこそ。私はグッドモールド親方、気高きガラス職人ギルドに属して31年になります。ところであなたは。あ、でも親切な人ですね親方。僕はボビン・スレッドベア、気高き織物師ギルドの一員です。えへっ、どやー、魔法使えるんですよ。織物師ギルドですか。織物師の方に会うのはこれが初めてです。あら、この人顔がありますね、ちゃんと真っ黒じゃない。初めこのゲーム初めて顔がある。さすがに素晴らしい服を着ていますね。 あなた方のオールヌのみんなが欲しがるわけがやっと分かりました。富野監督や。グッドボールドやがった。白富野監督かな。私の国には織物師にまつわる言い伝えがいろいろありましてね、織物師の素顔を見ると死ぬなんていうびっくりする話もあるんですよ。あ、だからみんな織物師素顔隠してんだね、見えないようなんて。あれ、真っ暗で。期待に中の文字、これ本当でしょうかね。ラーメンマンじゃないですよ、ラーメンマンじゃ。さあ、試した人がいないから試してみます。なんだかすっきりしない答えですね。私は不透明なことが大嫌いなんですよ。まあいいでしょう、確かめるわけにもいきませんからね。本当だったら死んじゃうからね。ほっ、よかった。ところで白鳥の群れがこの辺を通りませんでしたか。白鳥ですか。そんな話は聞いたことがないですね。近頃この町はやけに忙しいんです。のんびりとバードウォッチングをしている暇はありませんよ。
私たちの作るメガネや双眼鏡で探してみたらいかがですか。性能は保証します。ありがとう。後で見せてもらいます。きっとお役に立ちますよ。おいくら万円するかな。じゃあごゆっくり。スレッドベアさん、どうも。でももし壊したら買い取ってもらいますよ。直す魔法あるかな。とりあえずガラス職人ギルド創始者の妻ソフトシャードボトルブロー、透明の中に眠る。墓を開けるとかやったら困っちゃう。開けようとするの怖い。やめた方がいいな。危ない、開くのかと思っちゃったよ。こっちに。あ、ここと繋がってんだ。あ、こんなんかある。これなんだ。聖杯。綺麗だ。こんなキラキラ輝くグラスを初めて見た。それはただのグラスじゃありません、スレッドベアさん。あ、親方かな。大きなダイヤモンドの塊を削って作った聖杯ですよ。今更だけどこれ何するゲームなんですか。これはね、白鳥、みんなが白鳥になって逃げたんでそこに追いつくんです。すごいな。でもあなたたちはガラスで物を作るのが仕事でしょ。ルーム島から脱出して、まあ白鳥になったんでね、みんながね、ルーム島の人間が。そうですとも。この聖杯の輝きを見てください。我がギルドの創始者ルーセント・ボトルブローの作品です。白鳥になったみんな追いかけてね、島から出たわけでございます。昔博物館には彼の作品が溢れていました。ところが残念なことに300年ほど前、我が国はドラゴンの襲撃を受けてしまったのです。手塚治虫先生かな。治虫先生、欲張りなドラゴンは宝物を片っ端から持ち去りました。その中にはボトルブローの最高傑作といわれる聖なる水晶玉も含まれていたのです。いや復讐じゃないけど、まあ、単に追いつきたいんでしょうね。でも長老たちもね、変化してるから長老たちに怒られちゃうんじゃないの。運よくこの神秘の杯は当時ワイン作り職人のギルドに貸してあったので無事でした。天才ボトルブローの作品で残っているのはこれだけです。ただなんかエンディングもいまいちすっきりしない終わり方だったような。しかしなぜこの聖杯はガラスではなくダイヤでできているのですか。理由など分かりません。だからこそ神秘なのです。どうなのか。ドラゴンは聖なる水晶玉をどこへ持ち去ったんだろう。インディージョーンズなんかメガ CD でもなんかモンキーアイランドとか出してなかったですっけ。あ、そうだそうだ、これ魔法かけとかなんか、これなんだっけ。ゴーン、これの何の魔法なんだろう。この間にこれ何の魔法か分かんないんだよね。あとこれか、3132、これなんだった。カモメに教えてもらったやつ。カモメが飛んだ。カモメの魔法は何だ。蓋はないぞん。蓋、蓋が関係あるのこれ。あ、ちょっとこの章だけやっとこう。蓋がある。フムタウンズですね、インディージョーンズ。 FM タウンズ、あ、これもね、 FM タウンズともの移植でしたよね、確かね。蓋があるやつ、蓋をなんかするやつかね。暗闇で藁を金貨に変える、召喚する、染める、言葉を理解させる、藁を金貨に変える、地震を起こす、引き裂く、治療する、縮める、
暗闇で物を見る、欲しがらせる、防水する、映し出す、怖がらせる、折りたたむ、見えなくする、混乱させる、形を変える、ねじる、温める、愛を与える、眠らせる、静かにさせる、破壊する、空にする、消す、恵みを与える、尖らせる、超越させる。超越はまああれルーンだね。なんだろう、蓋がないとどうもいけないっていうの。逆からやってみよう。23、ん？逆から。蓋はないぞ。なんか蓋に関係ある魔法があるのこれ。ちょっと今の魔法じゃわかんないね。じゃあ、フラスコから習った魔法。あ、これは空にする魔法か、これは。さっきなんか空にするってなかったっけ？とっくに空にする。どんな容器でもこの簡単なまじないをかけるだけで、あっという間に内容物を取り除いて空にすることができます。4200年にこのまじないが発明される前には、ウーンソケットの小川が捨てられた染料で緑色になってしまった事件もありました。ただ、湖や雲にこのまじないをかけようなどと考えてはいけません。4202年に起こった第2のノアの洪水のような大きな災害が発生するのを防止するため、このまじないの使用は慎重に限定されているのです。この大洪水に関してはギルドに責任はないという決着がついています。あ、これは空だね。ということは逆にすれば、なんか埋まるんじゃないこれ。聖杯がね。聖杯に水が入るんじゃないの。水を入れてどういうんだ。やった、なんか出た。お酒が飲める年だったらな。お酒が入るんだね。素晴らしい。いつでもお酒が作れる魔法ってすごいじゃないですか。ねえ、素晴らしい。あ、なんかベルがある。すごいじゃない。すごいじゃない。ベル。ん？あ、アッチワープした。めっちゃすごいじゃないですか。めっちゃすごいじゃないですか。ワープしましたね。どこ来た？魔力膨大に消費するとか制約なくむちゃくちゃできるんですね。そうですね。確かにすごい。MP とかないですもんね。だからもうね、長老たちは。こっち来るな。こっちはあれじゃない？お酒飲みたいのでお願いします。とりあえずビールできます。ビールはできないな。ワインっぽい何かだ。塔の上に誰かいるようだ。職人たちにさっきの謎の魔法をかけてみよう。あのまじないが効かない。逆は？塔の上に誰かいるようだ。2313でいてよ。コーン。聞かない。いや、まだ謎の魔法の片方、2115のレドドファ。レドドファの魔法。あ、レドドソか。レドドソ。もうこのまじないもうかけてあるよ。これ何？なんだろう。なんかなってんの？
のけた。何もわからない、わら。何かかかってるらしいよ。なんかかけたっけ、クリスタル。おいおい、またお前か。なあストッパー、俺はこいつに出ていくように言ったよな。高所恐怖症だと足元すけ。分かってます。でもここを通らないと。いいか、ここにお前が入れない。立ち入り禁止だ、分かったか。あれに何か書けんだろうね。お前がここにいるのがバレたら、お前も俺たちも面倒なことになるんだよ。事故なんです。だからここで見たことは忘れてさっさと消えろ。えい。あそこでなんか かけるんだよね。かける魔法はでも2種類しかあとないぞ。わら金、明かり、明かりはないね。かけると。あの人たちに見つかると面倒なことになるぞ。怒られないのお嬢。なんか魔法かけてあるぞとか書いてある。あの魔法は何なのかちょっと意味がわかんないんだよね。いや、さっきの逆の。これどうだ。結構長距離からいけるんだね。よし、うまくいったらしい。お、なんかうまくいったぞ。なんだろう、うまくいったぞ、うまくいったって言ってる。何かがわからんがうまくいったらしい。あ、透明になってる。マンデブル司教のこと何か聞いたか。あいつ偉そうにまるでこのギルドを買い取ったつもりだぜ。これあれだね、見えなくするっていうやつかね。透明になる。それにしても聖職者のやつら、水晶玉を何に使うつもりかね。聖職者は未来なんか信じないと思ってたよ。俺にもわからん。クルーシブルは連中がまた悪事を企んでると思っているらしい。そう思っていながらよく売るな。そうだね、悪いこと企んでるなら売らなきゃいけない。お前だってクルーシブルがどんなやつかよく知ってるだろう。金を積まれたら自分の母親の大切なメガネだって平気で売るようなやつなんだぞ。いい人そうに見えたんですけどね、あの親方。お金に目がないのか。じゃあ今度も相当もらってるな。羨ましいね。水晶玉って言えばかなりの値段だからな。だけどクルーシブルもさすがにバカじゃない。奴らが俺たちガラス職人に何かを仕掛けてきた時の備えがこれというわけさ。この鎌ですか。鎌で反撃するの。おかげで俺たちは残業続き。いて、確かによく切れるぜ。この大釜を見れば連中も震え上がって悪さをしなくなるだろうよ。これはザシュッとやるやつでは。これ見せるだけ。脅しに使うんですかこれは。とりあえず今これ見えないね。ちょっと喋りかけたらちょっと バレちゃう。ちょっと待って、待て、喋りかけたらバレるんじゃねえか。さすがに大釜。
ドレレドレレファーんソーラーかドレレラドレレラは6番でもラはないですね、まだね。これなんかある。なんかこれなんだ。あ、これは向こうに行くやつか。このギルドに扱えるやついるのかね。これベル行ったら向こうだね。ドレレラ、魔法が分かったけど、これベルだね。扱えるやつがいるのかね。みんな弱そうだけどね。話しかけていいのかね、じゃあ。話しかけたらバレるんじゃない、これ。これ見えなくするんだよね。見えなくするのまじないをかけると、相手は視覚の焦点がぼんやりして、織物師の姿がほとんど見えなくなります。相手は一人でもグループでも構いません。このまじないの由来ははっきりしていませんが、忍びの術に長けた羊飼いのギルドから知恵を得たものだと思われています。ああ、さっきの羊飼いの魔法がこれ。見えない。見えない。逆からやったら見えるになるんですね、これね。どんどん鋭くしているぞ。見てると仮面ライダーブラックの暗黒結社ゴルゴム思い出すのですが。ゴルゴム思い出しや。ラがないね。よく切れそうだな。よしよし、まあいいや。こっちに行ってないよね、まだ。こっちから。あ、こっちに来るんだね、これでね。水晶玉に行ける。これが予言が分かるっていうやつだよね。6時間後が分かる。6時間後。ん ?6 時間後にあの羊軍団に。んレ、ファ、ファ、レ、レファファレだね。キャーレファファレだよ。6時間後の未来が見えた。あ、そういうことか。なるほど。なるほど。6時間後はまだ寝てるかな。そういうかだね。これであそこに行けばいいんだ。あれはなんだ、怖がらせるですかね。このまじないをかけると、織物師はまじないをかけた相手が心の中で恐怖を抱いているものの姿に変わります。つまり相手が最も恐れているものに変身することができるのです。もちろんこれは恐怖を感じる能力のある相手にしか効きませんが、実はこのまじないには相手に関係なく効果を発揮するだけの大きなパワーが隠れているのです。しかし現在はその使用が診療療法士ギルドの治療のためにだけ制限されています。制限されているのに自由に使っていいのね怖い。よしよし、じゃあちょっと怖がらせてみよう。よし、怖がらせて言ったらもうこの章終わりかな。確かに別のシーンに行ったら、もし終わりじゃなくてもそろそろ、じゃあちょっと通りますよ。もう6時間後じゃないね、確かに。すぐだよね。あそこまで歩いていくの6時間もかかんないような気がするんだけど。どっから行くんだっけ。まあもう監視すべき長老もおらんし、制限されてる魔法を躊躇なく使っていくボミン君。ボミン君、そうだね、もう長老はいないから。よし、こっちから。最長6時間って感じかな。最長6時間後なんですね。あ、そうだ、なんか安定しないとか言ってたもんね。6時間になったり何時間になったりとか。あれ、どこだっけ。俺がルールだ、ボビン君。俺がルールだ、ボビン君。向こうからか出てこなかった。よくわからへん、人がよくわからへん。人に世界を滅亡させるオチだな。ボビン君行方不明。ボビン君がオチはね、なんかね、ちょっといまいちちょっと納得いく。あ、でもいないじゃない。
ラクエみたいな曲ですね。ドラクエみたいな、まあクラシックですからね。あ、さっきのこれな。またお前か。当社しないぞ。今度は見とけよ、見とけよ。えい、レーファーファーレー、くらえ。わん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 、ふぎゃー。あらまあ、うわあ、こりゃ面白い。よし、これでこっちに行けるな。悪魔じゃん。今の悪魔なの？コウモリかと思っちゃった。コウモリじゃないか。でかいね。マッチョドラゴン。ここら辺でちょっとやめとこう今日ね。セーブ人近いギルドでもな。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。PC エンジン版ルームは毎週土曜日やってます。来週こっからこっからセーブできるの小ごとだから、確かここで小変わってるはずだから。オツでした、オツでした、ロードで、オツです、オツオツです。ロードって選べたっけ、オツ選べなかったなんか賞選べたような気がしたんだけど。はい、ありがとうございました。おやすみルームです。おでした、おでした、マッチョドラゴン。おやすみなさい。